今日のタイトルは、えっ、ー、と空腹は怒りを呼ぶっていうタイトルなんですけど、あのお腹が空いてると人って怒りっぽくなるんですよ。であのお腹いっぱいだと人って怒れないんですよね。なのであの快食がなぜ重要なのかっていうあのおじちゃんがよくあの快食は不要不急ではない大事なんだとか言うんですけど、あの物食べりながらだと人はあんまり怒らないので、なのであのなんか円滑に話が進みやすいんですよね。 で、例えば夜9時とか、その8時9時とか飯がなくて会議とかになってみんな腹減ってる状態で夜会議とかするとなんか揉めたりするんですよ。で、しょうもないことになんかあのイライラしちゃって、あのなんか怒り始まっちゃって話が伸びちゃうみたいなのがあるので、なので、あの、基本頭の悪い人と会議するときは必ず食べ物置いといた方がいいんですよ。<laughs> っていうので、あの、例えばじゃあその家庭とかでもいいんですけど、なんかその、 あの、奥さんとなんか揉めてますみたいな話をするときとかも、あの、食後とか食事中にやってください。要はその、食べる前とかにやると、あの、お腹減ってるので、めちゃめちゃ揉めたりするんですよね。なので、お腹いっぱいっていう状態で、そのちょっと嫌な話をするとかっていうので、要はあの、 たあの食べ物を食べてると血液がその胃の消化の方にもあるのであまりその脳の方に行かないんですよね。なので頭悪くなるっていうのもあるんですけどその感情の方にも血液増す場合じゃねえよっていうのがあるのでなんだろ処世術としてあのお腹いっぱいになっとけっていうのがあるんですけどちなみにあの僕の知り合いの死んだ魚のみをしている性格の悪いデブのおっさんっていうのがあるんですけどあの人最近あの飲み物としてあのメープルシロップのお湯割りとか飲んるんですけどで大体あの人なんか口に入れてるんですよ。 なので、あの、基本的に彼、あの、その何か口に入れてずっと24時間四六時中何かを消化しているので、本当に頭回んないんですよね。いや、その人間って、その80%ぐらいのそのカロリーは脳で使うって言われてるんですけど、多分彼の場合って食べ物を消化するためにカロリーを使ってて、食べてカロリーを入れて、そのカロリーで食べ物を消化するっていうんでぐるぐる回ってて、多分脳の方に血液ほとんどいってないんじゃないかなと思うんですけどね。はい。